너무 불안하게 자네!
강의학교 무슨 일이야? 어머, 수상어. 뭐 가는데요? 학장! 학장, 하요! 하요! 하긴? 학장, 대나! 너는 대나 믿어? どうしたの？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 
くわ。ほら、二人とも。何今の壁ちょっとみつこ、大丈夫みつこ、おかしい。どうしたの今日、ほんとおかしいよ。今の風でもやべえよ。パンツ見えたよ。あんた今日ピンク。うるせえ。あんたたちはもうバージンじゃねえんだろ。何よ、突然。それもどうしたの。私たちはさ、ねえ、みつこ。あんたたちみたいに発射なわけじゃねえからさ。ただバージンじゃないってだけだろ。変なことしたんだから発射なくないもん。はぁ、あれが好きな人。へぇ。へぇってどういうこと。大丈夫。みつこだってもう男いるんじゃない。みつこには私がいるの。ねえ、みつこ。ね。大丈夫。何も起きない。何も起きないよ、みつこ。何も起きないから、ね、心配しないでね。大丈夫。今日は何でいいかな。逃げるから。あ、そう、打ち切れないんだ。じゃあそう、私今日打ち切れるからは早いね。おはよう。おはようございます。アキ、ねえ、みつこ今日おかしいんじゃない。みつこさん、顔色悪いけど大丈夫。何かあったの。先生、おはようございます。おはようございます。おはよう。大丈夫です。みつこは今日ちょっと変なだけなんで。ちょっと変なだけ。おかしい。みよ、あんただって私と学校に通ってる頃、いつもちょっと変なだけだって。ちょっと変なだけ。そうね、女子はみんなちょっと変なだけ。ちょっと変なだけ。行こっか。ねえ、アキ。は？私、昔からここに通ってるんだよね。そうだよ。どうしたのね。私、変な夢見た今日。どの？言えない。言ってよ、友達でしょ。何でも言って。二人ともどうしたのよ。ねえ、もう行こう。こいつらレズだよ、レズ。大丈夫。行こうよ。ね、言って、何でも相談してみつこ。私、たくさんの女の子たちが死ぬ夢を見たの。それも風で、風がやってきてバスに乗ってたみんなを殺したの。その風がものすごい勢いでみんなを切り倒して、もっと風にして、私いいよ、続けて。
私の周りでたくさんの女の子たちが次から次へと切られて死んで気持ちいい。ミツも当たりね。ほら。気持ちいい今日の風。怖くないってミツ。何も怖くない。ね、分かった。なんなら授業をサボってその辺散歩するか。あ、何組だか覚えてないの。今日の三つ子は重症だ。行こうか。これが私たちのクラス。入る？それとも抜け出し散歩する？これお願い。オッケー。サンキュー。恋人だから。みつこ、あ、みつこが笑った。やっべー、二人できてんだ。いつもおかしいと思ってたんだよね。どうしたのみつこ。今日のみつこ変だわ。みつこは生まれ変わったんだよ。新しい生まれ変わった、うん、そっか、みつこ生まれ変わったか。今日ね、一緒のクラスメートだったこと忘れたんじゃないよね。たいこ、女子はね、生まれ変わるたびにもう一度生き直すんだよ。よくわかんねえけど、私も行き直したいよ。あ、あの子、シュール。いつもシュールなことしてるから、シュール。シュール。ね、今からさ、4人で授業サボったら、つんのり歩かんの。いいね。シュール、こっち。何？パック。今から1ゲームサボって湖のあたり行こう。湖？メタンガス出てるから吐くよ。ミツコ行こう。ん？何かよからぬ隠れ身の匂いがする。何も別に吐くん。ミツコ、こいつらと何対峙してたの？風が美しいって言ってたんだよね。何それ。
私がついてるから、みつこ。あんたは私のたった一人だけの大切な人。みんな風で真っ二つになって死んだ夢を見たんだって。で、この制服も死んだ女子の制服をもらってきて同行してきたんだって。大丈夫か？超おかしい。大丈夫か、みつこ。で、バスが真っ二つに割れて、全員みつこ以外体が真っ二つ。すっごい血が出てみんな死んで、でね、この髪の毛さっき濡れてたのもさ、顔でみつこが顔洗ってて。あり得る。はおい、この宇宙は確率の世界で生きてる。多分みつこは別の宇宙にいたんだ。確率の世界では無数の人生が無数に繰り広げられている。それどういうこと？科学の本で読んだんだ。この宇宙には無数の宇宙があって、無数の私がいる。例えばこの俺が今こうやって今石を投げた。ほら、水面がざわついたろ。でも別の地球ではあれは湖に石を投げなかった。それとどう違うの？あんたが石を投げなかった場合と石を投げた場合、何が違うの？何も変わんないじゃん。すべての人生はたわいもない泡のような動きの変化で大きく動くのさ。嘘つけ。嘘じゃない。嘘つけ。この水の波紋を見てみろ。ほら来い。怒らないとも限らない。なんで私だよ。あ、何あれ。ここで誰か寝ていた。ありえないよ。はい、マス、ヘイ、ヘイ、みつこ。この羽毛が土に落ちる間の時間も落ちる場所もみんな決まってる。どうあがいても変わらないの？そう。
自分の力じゃ変わらない。でも一つだけ抜け道がある。どんな？普段絶対やらないことを自分が気づく前にやること。それで運命が変わるの？うん、絶対。自分も気づく前って？そう、自分に感づかれる前に普段絶対自分がやりそうもないことをやる。例えば部屋の中で突然机を倒したり、例えば教室で突然叫んだり、ファーク。例えば、飛び込まないけど飛び込んだら変わると思う。まあ行くよ、みつこ。さあ、二軒目が近い。走るぞ、みつこ。行け。行け。シュールに負けんな。人生はいつだってシュールなんだ。シュールに耐えられなくなったら負けだ。1限目何してたの？すいません、ちょっと立ちくらみがしちゃって。はい、じゃあ88開いて。トイレ来たよね、みんな。こっち。
シュールだったな。いいかミツコ、この世はシュールなんだ。シュールさんに負けんな。シュールを乗り越えろ。シュール挑まれんな。四季の余興。四季。
白いね。なんかのドッキリ。まさかの記憶喪失のふり。行こう、チキンなくなっちゃう。早く行くよ。結構早く乗って。最近見ないなと思ってたらやってくれたよね、性格って。結構もう私たち25歳よ。どうしたの？何か？あんたは昔から綺麗だったよ。今さら見とれなくても。私がなんかおかしい？どうしたの？アキ、分かってる、あんたが思ってること。ここはやばいからね。いい？何喋ってんの、こそこそ。早く時間ない、メイクアップして。そう、早くしないとおみこさん来るよ。おみこさん？何その顔。まさかおみこさんを忘れたわけじゃないよね。素敵なおみこさんよね。何このとぼけた顔。いいなあ、稽古だけ先に抜け駆けして。まるで自分の顔初めて見るみたい。当てずゆっくりね、分かった分かったよし、あんたは今結婚式の式場にいる。あんたはミツコでもありケイコでもあるの。今日はあんたの結婚式を自動渡さないで、当てることはないから。みんな戻すよ。何が起きてるの、アキ。教えて、私はミツコ、ケイコ、どっち、誰なの。今は言えない、長い話になるから。バツラブ見てる。誰？まあ言えない。気をつけるのよ。私の言う通りに動いて。もうじき式が始まる。何が起きても同時じゃダメよ。あんたをちゃんと導いてあげるから。人生はいつだってシュールなんだ。シュールに耐えられなくなったら負けだ。
ら式が始まるから目つけちゃうぜ。これで戦って、私は先に行って準備するから。はい。
結構今日走ったね。お友達の顔も忘れてしまったの？練習しすぎてボケちゃったかな。吐きがないな今日は。ねえ、今私たち何やってんの？まあいっか、頭いかれてもこんだけ走れたから行くよ。Thank you.
こっちはこっち。
覚えてるんだ僕のこと。名前までは思い出せない。しょうがないか。しかし驚いたよ。よくここまで来れたよな。あなた。みつこ。今はお前の生きてた古臭い時代とは違うんだ。
前の DNA を採取した。お前の友人たちのも、俺、見たまえ。知らない未来世界でお前の DNA は面白おかしく使われている。驚いたか。ゲームの人がこっちに来てるんだよね。すごいよね。ここおいで。わしの最後の望みは一つ。150年前、わしが叶えられなかった夢じゃ。さあ、おいき。これが、お前の運命だ。自分が思いつかないことをしろ。そしたら運命が変わる。